ヒート20の G3 より大事な要素がある。それは何ですか？僕？うん、蓄熱でしょうかね。です。はい、こんにちは。一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽寺の私です。今日はパッシブデザインカムホームちょっとお邪魔してちょっといろいろ勉強させていただいてるんですけど、まずは自己紹介をお願いします。はい、名古屋でパッシブデザインカムホームという会社をやってます木村です。住宅のパッシブデザインのコンサルタントみたいなこともやってて、日照シミュレーションを住宅会社さんに教えたりとか、省エネ計算も教えたりとか、とどうプレゼンをしていくかっていうことをですね、教えたりとか、まあ、あと設計に関してもパッシブデザインを使って、でいかにこうデザイン住宅を作っていくかみたいなことをですね、皆さんにも教えたりもしてます。もちろん、設計施工でもやってます。そんな会社を、はい、やっております。まあすごいデザインがかっこいいっていう、ちょっとここに完成品もですね出てるんですけども、かっこいい。全部木村さんが設計されてるんですか？そうですね。基本的には僕が、はい、トータルでやるときもありますし、まあ、ラフのデザインもして、あとは、まあ、スタッフに仕上げさせるっていうときもあります。なるほど。まあよく言われるのは高性能な家はかっこ悪い、衣装と性能はバランスをっていうか相反するものだって言われてますけど、うん、それを実現されてるってことですね。まあ、自分なりには、はい、実現してる方だと思います。すごいな。ありがとうございます。しかもコンクリート住宅を得意として、そうですね、まあ、木造の SE 工法を作って、はい、もうどちらも使っているところですね。木村さんとしてはどっちが好きですか？僕ですか？はい、私ね、もともとは、うん、こんな省エネ住宅作ってるんですけど、もともとは安藤忠雄先生の方で、父親がコンクリートのこの大工さんをやってたんですね。と、はい、いうことで、本当はコンクリート住宅は好きなんですけど、はい、ただ今のコンクリート住宅って結構耐震基準が厳しくて、構造計算厳しくて、実際に自由な設計ができるかっていうちょっと微妙なところもあるんで、最近はもう木造の SE 工法の方が楽しかったりする時もあります。ただどっちが作りたいかっていうと、実は本当はコンクリート住宅です。まあ、コンクリート住宅って私はもう建築の構造の中で最強かな、硬いっていうところで言うと、あと防音性能とか、はい、耐久性とかを考えると最強かなと思って思っているんですが、やっぱり値段的には少し高い。そうですね、はい、だけれどもこれな、もっと一番良いものは重いってことだね。で今回ちょっとテーマにしたいのは、はい、蓄熱性能。あ、はい、で UH って言われてるのは断熱性能。そうです、ね、でもこれ断熱性能っていう名前が私いけないと思っていて、うん、熱還流性能ですよね、うん、本来電熱性能って言った方が分かりやすいことになるんですよね、うん、で熱って必ず伝わる、うん、伝わったうちに熱がどう変化するかが多分電熱性能、断熱、うん、UH どれぐらい熱が伝わるか、でその間にこの素材がどれだけ熱を蓄えるかっていうのは、うん、蓄熱性能だと思うんですけど、うん、この性能をうまくしている住宅が、うん、なかなか難しい、評価的に難しいっていうのがあると思うんですけど、うんうんうん、そこを多分一番使われているというかマスターってに木村さんにちょっと聞きたいんですけど、はいはい、まあ、簡単に言うと、うん、蓄熱性能っていうのはどういうことなんですか？蓄熱性能っていうのはなかなか難しいんですけど、これね、冬と夏で考え方変わるんですね。はい、まず冬から、はい。冬って昼間結構太陽熱ってあるんですよね。うんうん、だから壁に当たる屋根。壁とかで窓から入るっていう熱量が多いんですよ、はいはい、で。これをうまく家の中に取り込んで、昼間のうち取り込んで、うん、夜外気温が下がってくると、うん、実は熱移動してくるので、それを今度、溜めてた熱がふわっとこう出てくるんですよね。それをうまく利用して、うん、室温が下がらないようにする。冬場は太陽光を入れた熱が徐々に取り出せる、はい、その容量ってことですね、うん、そうですね、その容量ですね。それが熱容量って、蓄熱の熱容量っていうものになります、はい、で、夏は夏、はい、夏はですね、昼間、熱がどうしても入ってきちゃうんですね、いろんなとこから、はい、遮蔽したり、いろいろしても、絶対熱で入ってきちゃうんですよ、だから。で、入ってきた時に、本当はその熱が室温を上昇させようとするんですけど、でも、入り込んでくれるので、室温としてはそこまで上がらずに済むっていうのが、まあ、室温の安定に
つながってくるっていう考え方。松の方が難しいですかね、考え方。実はですね、考え方は難しいんですけど、はい、でもね、蓄熱は本当は冬よく聞くって言われてたんですけど、大体蓄熱って言ったら冬って皆さん思ってるんですけど、考えます。実はね、夏涼しいんですよ。なるほど。うちのお客さん、蓄熱のあるお宅って皆さん夏涼しいって言われます、はい。なるほど、なるほど。まあ、なんだろう。夏、心地よい。うん、で、高性能がいいほど、そういうことよく聞くんです、ね。うん、そこに蓄熱性能はきっと関わってんだろうなって私は思ってるんだけれども、うんうん、そこってどういう仕組みでそうなってるのっていう。そうですね。まず、冬のことで言うと、うん、はい、まずは、まずは冬ですね、はい。まず冬のことで行くと、やっぱり、ね、蓄熱やるには、まず窓がたくさんないとダメなんですよ、南の窓。まあ、そもそも太陽熱が入ってこない家でそれをやってしまうと、室温が上がりきらないんですよね。なるほど、なるほど。まあ、窓から入る熱を蓄熱するっていうのが、そう。住宅では大事なんですかね。そうです。要は、壁に当たった太陽熱が電熱したら、うん、それは逆に時間がかかりますから。性能も悪い家にしないといけないし。そう。それは逆に寒くない。そう、高性能な家では逆効果。これ結構面白いです、ね。はい。まあ、断熱性能だけじゃなくて、うん、じゃあその蓄熱をうまく利用する。冬は窓をうまく利用する。そうです。はい。で、今度夏。うん。夏は、本当は冬のために考えたんですけど、蓄熱はね。はい、でも、夏窓がでかいってことは、太陽熱が、まあ、入ってきちゃう。入ってきちゃう。まあでも遮蔽すれば入ってこないんですけど、うん、どうしても開口部から熱はどうしても伝わっちゃうんですよ。うん、で、壁とか屋根とかもどうしても熱は、断熱しててもやっぱり伝わってきちゃうんですよね。はい、そうすると、それが、どうしても、うん、蓄熱すると熱くなっちゃうので、うん、熱くなっちゃうので、そのコンクリートとかを、ね、塊を置くことによって、そこで吸収されて、室温が上昇しなくするっていうことで、パッシブデザインっていうか、その蓄熱で大事なのは、やっぱり開口部を大きくする、プラス、はい、遮蔽をするっていうのがもう絶対条件なんです。なるほど。ほんと、エクセルギーっていう考え方からすると、うんうん、壁面温度が低くて、はい、気温が暖かい方が快適だってどっかで聞いたことがあるんです、うんうん。それの快適はどこかっていうと、うん、ハワイみたいなところで、気温は高いんだけど、壁面温度が、うん、ただコンクリート住宅で壁面温度が下がると、異常に快適に感じるって聞いたことあるんですよね。はい、それが実現できる。できるっていうことですね。はい。うん、まあ、今コンクリート住宅って話ありますけど、木造住宅でも宿泊まればできる。でも、実際木造で、蓄熱性能を考えると、うん、コンクリートとどれぐらい蓄熱量って違うんですか？ですね、これもまた難しい話なんですけど、家全体で蓄熱を考えるのか、うん、まあ、主たる居室って呼ばれる LDK を中心に考えるかで大きく変わってきます。で、木造で家全体で考えようかと思うと、正直なかなか難しい。あ、難しい。難しいですね。例えば、木造住宅でやろうと思うと、僕がよくやってるのは、コンクリートの壁を基礎からちゃんと構造計算して立ち上げて、真ん中に立ち上げて、で、ちょっと熱が逃げないように、土間は断熱したりだとか、地中に逃げてっちゃいますね。そういうのをなくしたりとかするっていうものをやったり、僕もともとコンクリートの専門家なんで、木造住宅であっても、コンクリートの壁とか、コンクリートの階段とか作っちゃったりも。でもそれすごいいいアイデアですよね。面白いんですよ、これ。床でやると、どうしても、蓄熱性コマンドの中間期なんですよね。なるほど。中間期に、まあ、日差し出したり、シェードつけたりして、夏はそれで遮蔽をして、熱が入らないようにするんですけど、でもどうしても中間期って今暑いですよね。暑いですね。ね。名古屋もまだ中間期でも30度を超えるような時がやっぱりあるんですね。中間期っていうのは太陽光度がちょっと、まだ上がりきってなかったり、下がりきってない、入ってきちゃうんですよ、家の中に、窓から。で、そうすると、まあ、お客さんがですね、ちゃんとシェードとか閉めてくれればいいんだけど、そこまで昼間ね、暑くなると思ってなかったっていうことで外出されて帰ってくるとですね、そのシェードもない、日差しもすり抜けてきちゃうっていうこの熱、溜めた熱がですね、オーバーヒート起こしちゃって、
うん、今の家断熱性能高いもんだから、うん、逆に暑くてかなわんっていうことになっちゃう。どちらかの木にオーバーヒートを起こすっていうのが、なんとなく分かりますね、うん。で、それを冷やすの結構大変ですもんね。そうですね。うんうんうん、あ、これ、今までね、うん、断熱性能、UH 大事ですよとか、CH 大事です、うん。まあ、これ当然大事ですよね。はい、大事にした上で、うん、じゃあ、この家の温度の安定度っていうのは、うんはい、多分蓄熱性能によって差が生まれる、うん、出てきますね。で、それはコンクリートで同じ断熱性能の家と木造の家を比べると、うん、温度のこの上下の具合がすごく少ないのがコンクリートだと、うん、それが多分蓄熱性能、そうですね、はい、影響するんだけど、それ数値ってあるんですか？蓄熱の数値実はあるんですよ。あるんです、実はあるんですよ。これはね、うん、僕らの自然室温っていう、はい、まあ、例えば冬で行くと、夜12時に20度の状態で、暖冷房を切った状態で、朝何度か、日中何度かっていうのを見ますね。これちょっと難しいんで、ちょっと書きますね。はい、こう書いて、ここが、12時だとしますね。で、こっちにまあ24時ぐらいがあって、横が時間。時間、時間です。アワー。で、こっちが温度。で、ここが、うん、まあ、例えば20度としましょう。で、15度ぐらい。まあ、普通の家って、まあ、20度で、うん、暖房を切って、冬場ですね。そうですね、冬場ですね。はい、朝6時に、だいたい、まあ、うちで行くと16度ぐらい。それが G2 レベルぐらいですよね。そうですね。はい、G2 レベルぐらいだと、だいたい16度ぐらいにこうなります。うん、なるほど、なるほど。で、日中は、うん、これね、実はここは、この下がり幅って何で決まるかって言うと UH で断熱性能でこう決まってくるんですよね。ですよね。この差が激しいほど性能が悪い。そうですね。で、これを日中こうビヨーっとこう上げていくわけですよ。なるほど。太陽熱が出てくる。うん、太陽熱が晴れた日の話です、うん。こういう思想になるわけですよ。夕方になって、そうそうそう、日が上がる。で、こういう思想になるんです。はい、で、これを蓄熱をやるとどうなるかっていうと、うん、ここがね、上がってくれるんですよ。これがね。この傾斜は変わらないんですか？傾斜が緩くなる。緩くなる。それが蓄熱性。これが蓄熱性。はい。で、ただ、はい、これね、溜めたものは出てくるんですよ。なるほど。だからね、これね、ここがね、下がってくるんです、この。こっちは下がってくるんですよ。なるほど。最高室温が、日射による室温が下がる。下がる。で、この上がり幅っていうのは何で決まるかっていうと、うん、まあ、いろいろありますけど、うん、南の窓面積とかいろいろありますけど、まあ、いろんな要素はありますけど、だいたい E 対 H を基本として考える。なるほど。というのが蓄熱をやるときの考え方、はい。で、気をつけなきゃいけないのが、ここも上がるんですけど、ここ下がってくるので、はい、だから、この E 対 AH があんまり良くない住宅、うん、熱が入りにくい住宅を作っちゃうと、そもそもの、パッシブデザインで日射取得ができてない家。できてない家。家で、はい、例えば、この家でやろうと思うと、はい、うん、ここは上がってくれるんだ、ここが下がってくるんで、うん、なるほど、なるほど。だから、なかなかですね、室温が上がって、こんなグラフになってくるんですよ。下がっちゃうんですね。だからちょっとなんか、蓄熱やったことが逆効果になるような家が出てきちゃう。うん、なるほど、なるほど。うん、だから結構、だからパッシブデザインと、うん、断熱性能と、この蓄熱性能って、本来はセットで考えないといけない。そうそうです。これ多分これからの要素だと思うんですけど、まあだいぶ高性能になってきた。うん、でもなんか温度変化が激しいとか、快適ではない。そこには、なんか蓄熱性能と、もうパッシブデザイン。パッシブデザインもだいぶね、うん、広まってきたかなと思うんですけども、はいはい、蓄熱性能が今度は、大事な快適な家の要素になってくるのかな、っていう感じですか、ね、そうですね。うん、この蓄熱性能には必ず高断熱であること。ある程度。もう高断熱であること。ね、はい、最低 G2、ちょっと G2 でもきついぐらい。なるほど。まあ G2.5 っていうことはないですけど、うんうん、ないですけど、UH で、まあ、例えば僕らの6地域で行くと、はい、やはり 0.4 キルぐらいの性能が、やっぱりこの蓄熱をうまく使えるかな。0.3台を目指してやってくる。0.38 ぐらいがやっぱりうまく効いてくるなっていう感じです。かつ、やっぱり南に大開口が
パッシブデザインで。そうですね。日射しとこう、最大化する。そうなんです。はい、これ、ただの高断熱でやってしまうと、全く意味がないもの。熱を利用できない。うん、はい。ちゃんと開口があることっていうのが重要です。うん、はい。まあ、これ、なんだろう。まあ、コンクリート住宅の本当の良さって、私もなんとなく知っていて、そこの、ね、蓄熱性も、非常に高いなと思ってるんだけれども、まあ、木造でもそれに近いような作り方をしたいとしたら、はい、まあ、先ほどのコンクリート壁を作ったり、行ったり、はい、なんか他になんか、そうですね。まず、うん、本当あんまり言ってないんですけど、今日は特別に。あんまりこれ、結構ノウハウなんですけどね、もう今日は、おたしさんとお話ししておきましょう、はいはい。まずコンクリートの壁を作るっていうのも一つ、うんうん、あとは、1階の床、うん、これも、例えばお客様によっては、タイルでいいっていうお客様も見るんですよ。LDK なんかタイルでいい。土間でいい。土間でいいっていう方も。私大好き。大好きです。であれば、うん、基礎の上に、まあ、荷重計算をした上で、うん、例えば断熱材をもう一回引いて、うん、その上にコンクリートを打つ。なるほど。うん、でこれは、熱容量って、コンクリートとかって20センチまでっていう決まりなんですよ。厚くしてもあんまり意味ないですよ。20センチ超えても計算にはできなくて、20センチまでっていう一応、基準があります。なるほど。うん、じゃ普通の基礎を作った上に、また、うん、あ、そうそう、土間を打つ。土間を打つ。まあ、普通の玄関はそうですね。そうですね。っていうのも一つだし、はい、もう一個は、もう基礎自体を、普通のベタ基礎じゃなくて、この逆ベタ基礎みたいな。基礎を逆にする。逆にするね。うん、でそこを、やるって。ただ、まあ、床下空間がなくなっちゃうので、うんうん、まあ、その配管とかね、その辺をどう処理していくかっていうところ、うん、そこはちょっとまた考えなきゃいけない。うん、でもそういうやり方も。まあ、もう一個はですね、はい、これはなかなかイレギュラーなんですけど、うん、2階の床に、まあまあ、柱、梁ありますよね。はい、で梁にもう一個梁を抱かして、はい、そこに僕なんかデッキプレート貼って、鉄骨用のデッキプレート貼って、なみなみです。なみなみです、はい。で、そこの上に、まあ、鉄筋を這わして、はいはい、で、また、軽量コンクリートみたいなのちゃう、まあ。コンクリートを打つと。またコンクリートの木造なのに。あ、でも、音の問題からするとそれ最強効果ですよね。結構ね、これ、はい、某大学の先生も最近そんな話をこの間公開されて、うん、あ、僕やってるよって思いながら聞いてます。逆にそれって、まあ、木造の集合住宅とかあって、はいはい、どうしても上の音を、もう、いくら防音対策しても、はい、なかなか削減できない。そうそうそう。それはできます。それできる。だから、うん、結構良かったりしますね。なるほど。それが逆に蓄熱性能も上がって。そうなんです、そうなんです。面白い話です。しちゃいました。まあ、蓄熱性能って、断熱材の種類によっても変わりますよね。そうですね。はい。だから、例えばグラスウールと、うん、セルロースファイバーだとどっちが蓄熱性能ですか？その話はやりましょう。それまでちょっとわかんないな、実際には。そう。うん、そう。まあ、コンクリートと比べると全然その差が小さいから、はいはい、あまり分かりづらいです。まあ分かりづらいですね、うんうん。じゃあ今日はこんな形で、こう、うん、パッシブデザインカムホームさんは、うん、こういう蓄熱、うん、まあパッシブデザインを主にした高衣装っていうのは、まあ、かっこいいデザインを作った家作りをずっとしていて、うん、その中にも蓄熱性能とかを組み入れてるっていう、はい、結構少ない会社かなと思います。で YouTube チャンネルもやってるんで、ぜひチャンネル登録してほしいと思います。はい、じゃあ最後何か一言。まあ、これまでやっぱり断熱性能とか、あとやってる方は日射のどう冬の日射を入れるかとか、夏にどう日射を遮るかみたいなことをやってきたんでしょうけど、うん、やはりこれからっていうのはこの蓄熱っていうのが絶対に僕はね、注目をされてくるんだろうなというふうに思ってます。そうですね。性能の最後に残された、うん、まあ、わからない要素なんですよ、うん、でただこれを、うん、じゃあって言っていきなりやっちゃうと大失敗します。なるほど。これは家のその断熱性能だとか、うん、南の開口部によって、うん、このぐらいの量がいいなっていうのを、うん、この自然室温を出しながら、うん、どのぐらいの量に決めたらいいかっていうのは、うん、その家によって違うんですよ。なるで、蓄熱のこの単位って、うん、キロジュールパー平米ケルビンっていうこの単位なんですよ。で、国はね、一応これ170っていう基準を作ってるんです。
170以上あると蓄熱がある家ですよって言ってるんですけど、ただあるんですか、ある、さっき僕言い忘れました、だから今付け加えなきゃって思ってで、この基準があるんですけど、ただ開口部の大きさだとか南の開口部の大きさだとかいろんな要素で性能によっては僕らあえてこれを120ぐらいにした方が快適になるっていう場合もあるんですよ。でこれはね、数値が小さいほど蓄熱量が少ない、ね、少ない。でこれは平米あたり1平米あたり床面積、延べ床面積あたり での蓄熱量っていうのが出せる、ね、はい、出せるんです。で普通の家は大体70ぐらいなんですよ、木造で、木造の家。 RC だと、RC だとそれももうやり方によって変わります、うん、でも私の自宅、はい、外断熱して、うん、なんか全部コンクリートにすると、うん、これが500ぐらいこの差はすごいです。でもこれが どんだけすごいんだかがちょっといまいち分かんないですね。でこれでもうちの家は大失敗したんです、うん、なぜかというと、うん、これはあの木村さんのチャンネルで見てほしい。ありがとうございますじゃあ今日はこのところで終わっていきます、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。